伊藤選手見事な一本勝ちおめでとうございます。ありがとうございます。1ラウンド4分39秒、はい、バックチョークで一本勝ちということで、はい、はい、今のお気持ち聞かせてください。まあ、試合前ちょっと怪我とかもあったりして不安なとこもあったんですけど、しっかり勝てて一安心してます。怪我っていうのはどんな感じだった？なんかまああのちょっと膝痛めちゃって、そんな風には一切見えなかったけどね。前回もなんですけど、前回ちょっと足首痛めててもうほぼスパーしてない。今回も全く見えなかったね、そんな。でもやる練習はやってて、まあちょっとあの、まあ、総合のスパーだけちょっとやってなくて、今回ちょっとぶつけ本番な感じだったんですけど、まあいつも通りできたっすね。持ってるね、やっぱね。昔からそうだよ、せいちゃん持ってるよね。はい、もう試合の方ももうタックルいきなり行って決めて、それ秋葉選手がね、もう常にこう動き回ってるようなスクランブルしては、ね、決めにせいちゃんが行ったら秋葉選手も、ね、決めに行き返すみたいな中で、あの最後はマウントでからパウンドを落としてサイドバックから結構あ だいぶこうあた、ね、レフリーもこう、まあ、止まるほどではなかったですけどね、はい、でそこから一気にまたバック取ってチョークまでっていう一気な流れでしたけど、はい、やっぱ一番得意な流れですね、あれね。バック取ってそうです、ね、チョーク普段練習とかでもよくある流れだし、あれ今日はこのオリジナルじゃないやり普通のやり方だったよね。普通にバックチョークでした。そうでしたね、脇の下パンチョじゃなかったよね、はい、あのままパウンドで終わるかなと思ったんですけど、うん、ちょっとやっぱり相手も動いてたし、そうですね、しがみついてきたりしてたんで、うん、向こうもやっぱ必死でこうね、うん、止まったら止められると思って動き続けましたね。で残り30秒聞こえて、このまま30秒殴ってても多分2ラウンド目いっちゃうなと思って、でも相手も結構疲れてるの分かったんで、だったらもう決めて1本取っちゃおうと思って、それでバックチョーク決めました、うん、ああ椅子一番もうその本当1ラウンドで終わりましたけど、もうなんかもうフルラウンド分の動きをね、長あのもう5分内にあそのフィニッシュまでに4分39秒に全部詰め込んだみたいな、すごいもんか見ててすごい見応えのある試合だったなって思いました。せいちゃんそうですね、もう30歳、まだまだ若々しい元気な動きするね。あれ、まあ、ジムの中で一番元気ですね。後輩若い子いるけど、そうですね、一番元気です。尾身川さんみたいな感じですかね。ミッチーは来てる？あ、来てます、来てます。朝あの人に勝てないよ、なかなか。俺もあの人だけには元気で勝てないと思ったもん。尾身川さん目指してる、ね、やっぱいいと思う、それが大事だと思うよ、うん、それでみんなを引っ張ってって、そうでね、はい、いいね、ムードメーカーもね、ジムもね、はい、その成績もね、はい、出してね、一番いい盛り上げ方ですね、はい、はい、今回また1位キープということで、はい、はい、まあ、ベルトを目指して欲しいっすね、はい、やっぱね、そうっすね。でも今チャンピオンのツレアレイ選手ロードと USC 参戦中ということで、そうっすね、勝ち続けてれば、まあ、なかなかね、当たらないだろうと思う、当ててもらえないと思うから、そうなってくるとちょっと暫定とかもまた設けられるんですかね、まあ、またその上位のぶつかり合いあるかもしれないですね、はい、もしくはその暫定そうだね、サトル選手はちょっと出てないですもんね、あれからね、ってことはもしかしたらちょっと順番的に入れ替わってなるかもしれないですね、はい、その辺有川選手とかあたりと、ね、横浜あたりでもし、ね、あれ普通なランキング戦か暫定もしかしたらねとか、いろいろ流れであるかもしれないですね、はい、そしたら、ね、2冠目がね、いやそうですね、ちょっと欲しいんですかね、やっぱね、そりゃそうだよね、ベルト欲しいですね。パンクラスのベルトかっこいいですよね。絵的にあのなんか ごつい確かにね、かそうだね、そうだ、したら俺もフライ級だもんね、同じのをね、なね、昔からの18とか19の時とかママさんに練習してましたね、そう一緒にね、やって、ね、
肘ボーンやられてますそれ俺も悪いみたいになるからちょっとでも自分がすごい一番元気で動くんでママさんも一緒にね同じ階級でちょっと練習相手仲良くやってたよね楽しかったよあの頃はみたいなまあもうおじさんになっちゃってねもう元気いっぱいでもうママ変わらなくて、ね、順調に育ってるって感じがしてねなんか親戚のおじさんみたいな気持ちで見てますけどもうママさんが巻いたベルト巻けるように頑張りますそうですね、うん、まあ俺もそうしたらもうちょっとやっぱこう思うとこあんなやっぱりせいちゃんも同じベルト巻いてくれたらな嬉しいなやっぱなそうやって昔から見てる仲間が、はいはい、ちょっとそこ私も楽しみにしてますはい、はい、じゃ最後にカメラ向かってお願いします今回応援してくださった皆さんありがとうございました次横浜大会そこを目指してまたしっかり仕上げて頑張っていくんでまた次も期待してくださいありがとうございました伊藤選手ありがとうございましたありがとうございました。